水メタノール噴射装置、水メタノール噴射装置、水メタノール噴射装置、ウォーターメタノールインジェクションは、主に下吸気付けレシプロエンジンの出力を向上させるための装置である。熱機関は、熱サイクルの低温熱源と高温熱源の温度差が大きいほど効率が良く、内燃機関においても。ただし、吸気温度が高いと、デトネーション、自己着火が起きるため、 効率が悪くなってしまう。内燃機関では、高出力の範囲において、混合技の混合比の設定を最良混合比より濃く設定して、その分の過剰燃料による気化熱によって、混合技の温度を下げて、デトネーションを防ぐ仕組みになっているため、混合技が最良混合比の設定の場合と比べて、高出力での出力が少し低下していた。そこに、吸気に水を噴射して、 過剰燃料による気化熱を水の気化熱によって補い、より混合気を冷却するとともに、高出力での混合気を最良混合比に設定して、効率、出力を上げる装置が水噴射装置である。下球機付きのエンジンの場合は、下球機によって圧縮された吸気は、温度が上昇するため、特に必要とされる。航空用エンジンで用いる場合、航空での凍結を防ぐ目的で、 メタノールが混ぜられるた、水メタノール噴射という、第二次世界大戦期において、数軸国側の航空用エンジンに多く用いられ、ドイツでは、メガワット50等が使用されていた。同様の役割を持つものとして、インタークーラーがある。下級圧を上げれば、エンジン出力も上がるが、圧縮された空気はより高温になるため、下級圧の上げすぎは、エンジンロックを招き、 最悪の場合は、エンジンブローにつながる恐れがある。これを防ぐには、アンチノック性の高い燃料を使う、吸気温度を下げる、などの対策が必要である。第二次大戦期において、連合国側の航空機用ガソリンは100から120億単程度の億単価があったが、数軸国側は90億単前後であったため、数軸国側では、入手不可能の100億単燃料は、 91億単燃料水メタノール噴射で代することとなり、対戦末期の日本軍の航空機用エンジンには、のきなみ水メタノール噴射装置の装備が試みられた。大日本帝国の航空機用エンジンでは、中島飛行機の境31型にて搭載が行われたが、大日本帝国海軍の主力戦闘機である例式、環状戦闘機では、境31型は、 調整が困難かつ実行がほとんどにいられないどころか、性能低下の一因ともなると告評され、同時期に原則優勢歯車の不具合に起因するプロペラ破損のトラブルに技術陣がかかりきりになったこともあり、水メタノール噴射装置搭載機は試作一機で終わり、装置の多くは倉庫で埃を被ることになった。この結果、 栄二21型装備のまま生産された冷戦52型兵は武装、防弾のみを強化したため生前備重量が 3000kg 近くまで増加、その代償として運動性能、上昇力が大きく低下する結果を招いた。この混乱が収まった後に栄三31型の審査は再開されたものの、審査終了が終戦間際であったため、 坂江31型装備の冷戦が多数配備されるまでには至らなかった。同時期に生産された誉レにも水メタノール噴射装置は搭載されたが、調整や整備以前にガソリンの奥単価の低さも一因となり、海軍では満足に稼働させることすら困難を極めたまま終戦を迎えている。日本海軍の水メタノール噴射装置に対する無理解の一方で、 大日本帝国陸軍はすでに型落ちとなり始めていた一式戦闘機春の強化策の一環として波115-1を早伏に積極的に搭載早伏3型として陸軍飛行戦隊で正式採用支線153キロセンチへ送り出していった今日ではほとんど帰り見られることもなくなっているが陸軍側の資料では早伏3型を担当した大島設計士は 速度は零戦角型より有速となり、上昇力、航続距離、操縦性いずれも上回り、劣っているのは武装のみと、水メタノール噴射装置を好意的に表し、パイロットの証言としても、自分が生き残ることができたのは、式戦3型に乗っていたからであり、他の機種ではおそらく生き残れなかっただろうと、言わしめるほどの効果を発揮したという。 海軍が手を焼いた、波45搭載の四式戦闘機、疾風についても、飛行第47戦隊、整備式小隊のように、エンジンに対する深い見識を持つ、指揮官が、地上要員とパイロットの共同で整備に当たらせる、ことで終戦まで、稼働率90%以上を維持した部隊も、存在していた。パイロットがある、種の特権階級であった海軍と異なり、陸軍では、 伝統的にパイロットも手焼き時に整備兵と共に、機体の整備に参加する風習があり、これを最大限に活用したのである。同船隊整備式班長カリア尉中注意によれば、47船隊で100%働いた誉れエンジン型、部隊で動かなかったのは、日本陸軍の整備教育が間違っていたからであり、疾風、誉れのせいじゃないと回想している。 また、日本陸軍は、太平洋戦争開戦前より、ドイツ第三帝国の高速試験機、メッサーシミットミー209に対抗すべく、東京帝国大学航空研究所と共同で、建造の研究を進めており、下級機の改造に、水メタノール噴射装置による、純メタノール噴射を併用することで、 1943年10月5日の第24回飛行試験では景気示せ速度時速 682km を出し、景気誤差修正したま速度は日本のレシプロ機中最速となる時速 699.9km を達成しており、このことからも日本陸軍の技術陣は水メタノール噴射装置の重要性を早くから理解しいたものとみられる。メリット。 デメリット、蒸気のようなデメリットのため、現在では、一般的な用途では、完全にインタークーラー、廃屋ガソリンにとって変わられている。水メタノール噴射装置は常実の通り、主に、レシプロエンジンで用いられたが、ジェットエンジンでの使用、または、それが試みられた例がある。b 爆撃機、初期型など、年代に登場したジェット機では、 離陸時の水力工場を目的に、水メタノール噴射装置が搭載されているものがあった。水メタノール噴射時には多量の黒煙を排出したため、装置の使用、不使用が外部から容易に確認可能であった。赤いマイナス4戦闘機において、エンジンに水メタノール噴射装置を付加することによって、最大速度 M3.2、巡航速度 M2.7 を目指した。しかしながら、 深いマイナス4戦闘機の構成能化が可能であるという事実が F-15 戦機の開発に悪影響を与えるのではないかという懸念と水噴射の安全性と信頼性が問題視され開発は中途で頓挫した自動車でも歴史上いくつかの市販車で水メタノール噴射装置の装着が行われたアメリカ車では1961の63年式では 市販車史上初のターボモデル、カイマイナス85ジェットファイヤーを設定しているが、この時選定された 215CU インノには、同年発売のシボレーコルベアのターボモデルと異なり、水メタノール噴射装置が搭載されていた。オールズモビルは、水メタノール混合液をターボ、ロケットフルードと称して販売していた。欧州車では1978年のサーブ99ターボ S が、 水メタノール噴射装置を搭載している。モータースポーツでもターボチャージャーの普及とともに、水メタノール噴射装置の設置が試みられた。特にスペースの制約が航空機並みに、大きいフォーミュラカーでは、水メタノール噴射装置は、性能上の有力な選択肢の一つであったが、フォーミュラ1では一部のチームに残された、自然吸気エンジンとの並走の中で、いくつかの大きな事件も引き起こした。 初期の F1 ターボエンジンであるは1982年モデルより水メタノール噴射装置を用いるようになり、ルノーユーザーのロータス 98T などがこれを利用した。当時のほとんどの F1 コンストラクターがターボエンジンと水メタノール噴射装置の搭載を行う中、自然吸気勢にもハンディキャップとして水タンクを含むバラストを搭載する最低重量規制が仕方。 1982年の時点では、ブラバムやウィリアムズ海一などの自然吸気勢は、ディスクブレーキに水を噴射する、水冷ブレーキのある機構を考案して、ターボ勢に対抗するが、本戦中に水を捨てて軽量化し、レース終了後に、タンクに水を積ぎ足すことで車検をパスするという手法は、国際自動車連盟の抗議により間もなく使用できなくなり、これに抗議する。 コーチにより1982年サンマリオグランプリの大量ボイコットという事態に至ってしまう。このような背景の中、1984年の時点で唯一の自然吸気、エンジンユーザーとして残されたテレルが引き起こしたのが、今日も続く論争となっている水タンク事件であった。世界ラリー選手権では1982年のランチアラリー037、2000年代のシコダファビア、 WRC が、スバルインプレッサ WRC2005 に、水メタノール噴射装置を搭載した。チューニングカーの世界では、インタークーラーを装着しても、なお吸気冷却に不足が生じる事態が発生した場合に、水メタノール噴射装置を追加することが、問題解決の有力な選択肢であると、認識されている。性能向上策以外では、 マザーアースニュースが伝えるところによれば、1970年代には、強化の一途をたどる自動車排出ガス規制や燃費対策として、水メタノール噴射装置を研究するメカニックも存在しという、トロニータパッドフットマンは1964年に、レース用ポルシに、水メタノール噴射装置を搭載し大きな性能、向上が認められたが、 レース運営者はレギュレーションでこれを禁止することで、応した。その後1978年にフォードフィエスタに、スモッグポンプの制御機構と連動して作動する、水メタノール噴射装置を搭載し、12.7、1という高圧縮比のピストンを組み込むことで50マイルごとガロンの燃費を記録した。グッドマンの装置は1980年に、米国特許430万 484A を、 取得しているが、78年当時でも、財政難が伝えられており、その後大きな広まりを見せることはなかったようである。同時期に、ドンノバックも、簡単に DIY できる非常に簡素な構造の、水メタノール噴射装置を製作してを、自身のホンダシビックなどの車両に組み込んで、平均6%の燃費向上を認めたという。ノバックの水メタノール噴射装置は、 クランクケースブリーザーからキャブレターへとつながれている真空ホースに水メタノール混合液を満たした樹脂製ボトルを接続し、ボトル内の混合液の蒸気をキャブレターに吸い込ませるというもので、これと類似した構造で混合液の蒸気ではなく混合液そのものを直接吸い込ませる水メタノール噴射装置がニュージーランドのバートマンによっても考案されている。 このような円数ジアストの手で DIY された水メタノール噴射装置は元々は1950年代末から1960年代にかけて指導性の向上などを目的として米国内特許取得された補助燃料タンクを応用したものであり装置の取り付けとともにディストリビューター調整による電化時期の進化や圧縮比向上空燃比の希薄化 億単価の低下などの車両チューニングを併用するものであったが単に取り付けるだけで燃費が大幅に向上することを謳う燃費向上グッズとして大規模に商業展開されたものとして悪名高いの1969年にオートモーティブパフォーマンス社により特許取得されたベーパーインジェクターであるオートモーティブパフォーマンス社は1971年に APO オブアメリカに解消し、1975年頃まで、ポピュラーサイエンス誌やポピュラーメカニクス誌などに盛んに広告を掲載していたが、1976年1月にアメリカ合衆国環境保護庁がフルノーマル状態の1971年式を用いた大気なロードテストを実施した結果、APO のマーク E ペーパーインジェクターは少なくとも、 燃費向上策としてはほとんど実効性が見られないことが明らかとなり APO オブアメリカは以後急速に衰退していった。なお APO の日本法人として1971年から1975年までマルチ商法の形態で事業展開を行ったのが並和寺率いる APO ジャパンであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。